こんにちは。向田邦子作「青い水たまり」の2回目をお送りしますプールサイドに鈴なりのクラスメートたちはひっくり返って笑っていた日頃敬愛していた体育の S 先生も水着の作り方の載っている雑誌を貸してくれた張本人の親友まで。 お腹を抱えて笑ってっいる「しかたがないから私も笑ったけれど本当は泣きたかった」「爆弾でも落ちてこのままみんな消し飛んでしまえばいいとさえ思った」「原因は慌てものの私が染め上がりに色止めの巣を落とすのを忘れたためだが二、三日あとまで足の爪の周りとと おへそに青い線量が残っていた。それから何年か学生生活が続いたが、就職してボーナスらしいものをもらったとき、私はその足で銀座に駆けつけて水着を買った。ルナのショーウィンドウで前から目をつけていたジャンセンの黒エラスティックの上等で、 値段は4500円である貧しいボーナスの全額であった分に過ぎた買い物と分かっていたがどうしても欲しかった「絶対に色は落ちないでしょうね」「くどいほど念を押してから包んでもらったことを覚えている」「水着といえば」 もう一つ心に残ることがある小学校3年の夏であったが伊豆の今井浜の貸別荘で父の友人の F 家と二家族で過ごしたことがある F 家はお母さんが病気とかでしなこちゃんという小学校1年生の女の子とお父さんの二人だけであった シナコちゃんは色の浅黒い人見知りをしない子で去年も海へ行ったのよと海が初めての私より万事お姉さん気取りであった彼女の水着は黄色いウールで黒い木綿のお粗末な私のより数頭上質なものだったただ何度も水をくぐったせいか固く縮んで 特に胸のあたりはよれて二本の縄になっていた去年物議をかもしたトップレスといった方が早いしなこちゃんは遊びながらも時々胸のあたりを引っ張っていたその夜の晩ごはんのき、しなこちゃんはおかずに文句を言ってすねた。お父さんに、 「そんなにぐずるんなら東京へお帰り」と叱られてしなこちゃんは涙をこぼしていたけれど私はしなこちゃんがなぜすねるのか分かるような気がしていたこれで向田邦子作「青い水たまり」は終了ですありがとうございました。